我跟文丹呢，因为要搬家了，我们想说搬家之前呢，要先来吃一下火锅，吃到饱来庆祝一下搬家这件事情。めっちゃ久々だね。So， 大家还记不记得这一家油自然？这一家呢，是我跟文丹之前在熊本的时候，文丹完成一个大报告的时候，我们要庆祝，也是来吃这一家火锅吃到饱。所以这次讲到庆祝，我马上决定说，那我们也要吃油自然。熊本以来かな。熊本の時はね、ドライブしてね、ドライブかってらもう。ゆずやん食べに行くみたいな感じができたけど、今回ちょっとね、電車使って行きました。じゃあ行きましょう。はい。え、お腹めっちゃ空いてます。おお。我跟文丹呢，今天整天都没有吃东西，就是期待要来吃这个火锅吃到饱。文丹，楽しみ。久々だね。熊本以来だから1年以上経ってんじゃない？経ってると思う。めっちゃ楽しみ。我们两个先上了冬天限定的螃蟹茶碗蒸。来，文丹どうぞ。いつもこれがあるときはね、絶対頼むの。美味しいのよ。在我们文丹吃茶碗蒸的时候呢，我还跟大家介绍一下菜单。之前也有介绍过，它有分成很多种不同的 course。那我们这一次吃冬天的油脂安 course， 肉类的话有鸡、猪还有牛。那他们还有冬天限定的蛋蛋锅汤底，哇，这感觉超好吃。所以呢，这一次我跟文丹两个呢，就分别是点 sukiyaki 还有蛋蛋锅。然后还有冬天的寿司，我很喜欢油自然，就是他们可以吃到寿司，超开心。可是这个我很想吃的手卷已经卖完了，就没有吃到。那除了寿司跟火锅料之外，当然还有蔬菜，还有炸鸡、串烧等东西，就非常的丰富。甜点还有橘子蜜柑大福、巧克力圣诞，还有铜锣烧，超棒的。我们闻到应该喝饮料了，好喝吗？柚子カルピス美味しい。よかったね。私はリンゴジュースです。もうすぐ引っ越しだね。ふーちゃん、乾杯。乾杯。啊，めっちゃ美味しい。好喝。我们现在点了鲜虾鱼丸，还有水饺。水饺分两种，是普通的水饺跟鲜虾水饺，还有猪肉跟牛肉。哇，好开心哦。我的寿司也来了。可以来火锅店吃寿司，真的很开心哦。油自然はね、お寿司があるからいいんだよ。那我来吃看寿司。怎么样？あぶりサーモン。好香。いい匂いか。いただきます。はい。好吃吗？好吃。いいね。好吃好吃。还有アナゴ。アナゴいただきます。海丼。お、おいしい。ゆずあんのお寿司って普通に美味しいんだよね。好吃。一般这种火锅吃到饱的寿司都不太好吃，可是他们这一家呢，品质不会很差，好吃。很明显，我跟文丹比较喜欢吃寿司烧。ネギいっぱいだ。これ全部ネギです。文丹很喜欢吃葱。ネギとね一緒にね、この牛肉を食べるのがめちゃめちゃ楽しみ。うわー。感觉超好吃。美味しそう。我们文丹的第一口肉。第一口肉。嗯。好吃。柔らかくて、とても味がついてて、めちゃめちゃ好吃。我也来试试看这个寿喜烧牛肉。ネギと一緒に食べてめっちゃ美味しい。うまい。跟葱一起吃超好吃，葱吃起来好清脆，很清爽。接下来试试看这个鱼丸。やっぱりゆずらん美味しいね。ゆずらん選んでよかったね。我跟文丹还点了串炸，我们点了鸟蛋，还有炸香，还有莲藕。我文丹先吃五子吧。好吃。幸福幸福。やっぱりね、何かを祝いするときにゆずらんだな。ゆずらんいいね。ゆちゃん今回何が一番好き？今回は。エビの団子。ああ、エビ団子。めちゃ美味しい。ふわふわしてるもんね。そう。我们当点的蔬菜来了，全部吹的。我们当点的饮料也来了，柚子可尔必斯。柚子は種類がめちゃめちゃ多いから、何個でも何個でもね頼める。お腹いっぱいになる前に、まだいっぱい食べるものがあるから、ずっとワクワクしてる。
そうだよね。そこはね、めちゃめちゃ好きなんだよ。もうなんか純開心を幸せが感じられるでしょ。そうそうそう、本当そう。美味しいのよ。但是呢，就比较可惜的是，他们这个套餐是限定80分钟，80分钟其实蛮短的。そう、もうちょっとね、欲しかったね。100分ぐらい欲しかったね。今もう40分しかないもんね。ずら。接下来点甜点，刚才文章点了一个浓厚巧克力圣代，我来点一个浓厚焦糖布丁好了。一小一个送出，期待我们的甜点。80分钟真的过好快哦，我现在只剩下25分钟了。我跟文章，好吧，好饱呢，文章吃超多的。じゃまだ食べるよ。すごいね。私最初寿司食べたからお腹すぐいっぱいになったし。デザートじゃないや。寿司食べると来るよ。俺めっちゃ今幸せな顔してた。そう。どうして幸せですか。美味しいものを好きな人と食べれる幸せだ。次も新居だね。そう。新居楽しみだな。我们文章点的巧克力圣代跟我的焦糖布丁都到了。どうぞお試してみてください。甘そう。うん。太甜了是不是？甜甜吗？啊啦，就等下被倒给倒了。然后是我的焦糖布丁，好卖。什么东西？回回去，布丁好吃。大家看它的布丁非常的嫩。回复讲什么活动都不在咖啡馆吗？咖啡馆吗？没在咖啡馆。我不会的呢。多高的档吗？ちょっと入ってみてみ。好吃吗？好吃。好吃啊、哦。味濃いね。现在剩下最后4分钟，我来点个铜锣烧吃，就是它了，我的铜锣烧。食べるの？哦。哪里？卖光了我的铜锣烧。ダイエットしろってことだね。啊，そうだね。神様の指示だ。我们吃完啦。吃完啦。好饱哦。いやー、めちゃめちゃ食べて、ハンバーグです。美味しかったね。めちゃめちゃ美味しかった。私も一緒に写りたい。ゆずあん食べたら、すごい熊本を思い出す。熊本の時は本当幸せだったからな。そう。前動画撮ったのは、文旦がなんか大きなプロジェクトが終わったのお祝いなのかな。うん、確かそんな感じだったかな。で、今回は、二人もすぐ引っ越しなので、普通は引っ越しお祝いなんだけど、私たちは何かしらつけて、美味しいもの食べたい。引っ越し前に元気をつけようということでね。そう、引っ越しが大変なんです。整理超多的、我们整理超级久。でまだ少し残ってるからね。そうだね。またちょっと頑張りましょう。頑張ります。これで多分新居いたらまた新居お祝いするかもしれない。私の家だからね。またすき焼きかな。すき焼き好きだからね、文旦は私もね。ゆずあんバイバイ。ゆずあんありがとう。美味しかったです。好饱，我也是呢。美味しかったね。ね。また食べに行きたいね。ね、また食べに来よう。ね。まあ遠くなるかもしれないけどね。確かに。我跟他，夜はいいね。今まだちょっと寒い。台湾はもう暖かくなってるのかな。いっぱい食べた後に歩くのもなんか気持ちいいね。そう、ちょっと消費してから帰ります。那谢谢大家今天看我们的影片，我们就下次影片见，大家再见。拜拜，拜拜，拜拜。好冷哦，寒いね。イエイ。だって昼はさ18度ぐらいなのに、夜めっちゃ寒いね。早く暖かくなってほしいね。ねえ。春大好き。桜見に行きたい。ねえ、桜見に行きたいね。え、私最近めちゃくちゃ温泉旅館行きたい。どうした急に。旅行行きたいじゃん。あ、旅行行きたい。うん。いいね。温泉旅館でね、いっぱい美味しいもの食べて、たくさん寝るのが一番気持ちいい。私ふーちゃん、本当ずっと食べてるね。そう。食べるのが好きやもんね、二人とも。うん、それが一番。でも太るのが私だけのが本当ずるい。ゆうちゃん本当太らないからね。さっきゆずあん食べても私だけめちゃお腹でかくなって、ふーちゃんは全く変わらない。まあしょうがないよ。どうにかしてくれ。運動しよう。運動はー。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとし
しても